おはいこちらはですね久しぶりにアップするんですけどプランターで栽培してるいちごなんですけど何度か無事にまだねちゃんと生きてますはいこれ友人にもらった苗で枯らさないように <laughs> 栽培していってるんですけどでいちごの実もねついてきてまあ結構ここら辺もマイナス2度とか3度とか 気温がグンってて朝冷えてくるんですけど、葉っぱもねそこまで思ったほど枯れずにまだなんとか収穫して食べれるぐらいになってますまあプロの方から見たらねもうね全然手入れできてないかもしれないんですけどはいでイチゴはですねあの油代、ハウス栽培でも特に油代がかからない作物なんですよね まあ友人のところは設定温度最低2度にしてるって聞いたんですけどだからハウスの中でも結構ね寒いみたいではいやっぱり僕たちみたいにトマトとかキュウリ栽培してる人だと10度以上は設定しないといけないので今の時期は油ガンガンね炊かないとまあ炊かないとっていうかねまあキュウリとかトマトに合わせないと生育が悪くなってくるんですよねただいちごの場合は まあ今外でね栽培してるんですけど、まあ、ハウスの中だとしても、まあ2度とかね、まあ4度とか、まあ、農家さんによって結構ね、低めで設定してる人が多いみたいなので、はい、まあ、これから結構いちごいいんじゃないかなとか思ってます。まあ、今、どんなね、ハウスの作物、いちごにしろ、キュウにしろ、トマトにしろ、過剰になってきてるんですよね。はい。まあ、生産性も上がって、 ま作るる人も増えててて過剰になってきてる、まあ、だから結構ね油代が高くなったとか資材が高くなったでねまあ困ってくる人とかいると思うんですけどまあその中でもいちごは油代結構使わないタイプの野菜だと思うのではい、まあ、これから何作ろうかなとかねどんな作物を作ろうかなって考えてる人とかは、まあ、参考にしてみてください。 また冬こうやってプランターでいちご栽培してみるのも結構面白いかなと思いますはい、まあ、僕の場合はねもう枯らさないようにとりあえず <laughs> 栽培していってるのでまたよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますそれじゃあバイバーイ